社会主義国家の建設を進めるソビエトは、その東と西に台頭しつつあった日本とドイツに警戒の目を向けていました。1932年、満州国の建国によってソビエトと日本の勢力圏は境を接するようになりました。極東は緊迫の度を高めていたのです。1939年5月、満州国とモンゴルとの国境ノモンハンで紛争が勃発。国境での小競り合いはやがて日本軍とソビエト軍の大規模な戦いへと発展していきました。日本の対ソ政策を探ることを任務とするゾルゲたちにとって、この事件は重大な意味を持っていました。日本は戦争を拡大するのか。ゾルゲは後に当時の情報収集について語っています。ブーケリッチはアバス通信社の特派員としてノモンハンに派遣されることになったので、私はできる限りのもの、特に戦車と銃砲をよく見てこいと言った。ブーケリッチによると、現地ではこの事件を真剣な戦争と見ている。トラックの数の多さから見て日本軍が増援されるだろうとのことだった。宮城は、日本は本国からは部隊を送らないが関東軍から増援されると伝えてきた。尾崎は、日本は最初この事件を拡大せず解決するという方針であったが、日ソ両国の本格的な戦争にまで発展する危険性があると報告してきた。こうして集められた情報はゾルゲによって評価検討され、英語の電報文にまとめられました。これを送信したのはクラウゼンです。彼は室内にアンテナを伸ばし、自分で組み立てた無線電信機を使ってソビエトに打電しました。電報の暗号化にはドイツ統計年鑑が使われました。英文のアルファベットを数字に置き換え、さらに年間の数字を乱数表として使って、情報は無意味な数字の羅列に変えられたのです。ゾルゲグループからの情報は、東京から1200キロ離れたウラジオストックの無線通信所で受信され、さらにモスクワへと転送されました。この年、1939年6月、ゾルゲはノモンハン事件について次のように報告しています。日本人とは無知を使ってのみ交渉することができる。これまで日本軍は大きな打撃を受けたことがないので、ますます生意気になっていくだろう。モンゴル国境での今後の軍事衝突を避けるためには、日本人に対して断固とした厳しい手段を用いなければならない。8月、ソビエト軍はノモンハンに大軍を送り、大規模な反撃を開始、日本軍を壊滅状態に追い込んだのでした。